ジョセフ・ケイ・ブラットンは、アメリカの軍人、原子力工学者。アメリカ陸軍工兵隊の将校で、工兵隊長などを務めた。最終階級は中将。1926年、ミネソタ州セントポールに生まれる。1948年、陸軍士官学校を卒業し、工兵隊に配属される。1949年から1952年までは、 オーストリア中流の公平大隊に勤務し、1953年から1954年までは、韓国中流の第13公平戦闘大隊に勤務。その後、ドイツ中流の第4機構師団第24公平大隊の大隊長を経て、第159公平集団の指揮官として、ベトナム戦争に参加する。こうした公平としての職務のほか、 ブラッドンはいくつかの参謀職務を務めている。1967年から1969年までは、スタンリー・リーザー陸軍長官の軍事補佐官を務め、1970年から1972年まで、統合参謀本部付秘書官を務めた。また1959年に、マサチューセッツ工科大学にて、原子力工学の修士学位を習得していたことから、 1972年から1975年までは、欧州連合軍最高司令部付の核活動責任者を務めた。公平隊南太平洋方面司令官を1979年から1980年まで務め、1980年から1984年まで公平隊総司令官として務めた後、中将の階級で退役した。2007年6月2日、 動脈瘤により81歳で死去。アーリントン国立墓地に埋葬された。This article contains public domain text from Lieutenant General Joseph K. b イ・ a ラ t o n Portraits and Profiles of Chief Engineers 2005年6月19日時点のオリジナルよりアーカイブ2005年8月20日閲覧。ありがとうございます。